皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日はですね、私と、宝塗料さんがコラボして作りましたフォトデザインボード、そちらのカタログが出来上がりましたので、そのカタログのご紹介をしていきたいと思います。こちらですね、表紙は私がとても大好きなフラワーデザイナーの古川さんという男性の方なんですけどね、とても素敵なお花を組み立てるアレンジの方なんですけれども、こちらの方のねお花表紙、飾って、これもボード、もちろん背景はフォトデザインボードなんですけれどもね、そちらの方で撮った写真のカタログの表紙です。まず表紙自体でですね、結構こうテンションが上がりますね。私ウェブサイトとかのもちろん集客用とかデザインとかも見てるんですけれども、販促物の作り方とウェブサイトの作り方って違うんですよね。で、ウェブサイトの方の見せ方と販促物の見せ方ってやはり違ってですね、今回は宝塗料さんのスタッフの女性の方が結集してですね、こちらを作りになったということで、非常に出来がいいカタログになってましたので、皆さんにご紹介したいと思いまして、こちらの方動画を撮っております。まず表紙がこれでしょ。で、ここですね、こんな感じになってます。細かい字で何が書いてあるか見えないのかもしれないですけれども、撮影時にこんなことでお困りではありませんかということで、こういう時にフォトボード使うといいですよ、フォトデザインボード使うといいですよって書いてあります。斬新な表現をしたい、リアリティが欲しい、印象深い写真を撮りたい、写真の価値を上げたい、食品を直接置きたい、出張撮影が多い、実物を見て決めたい、特注サイズを希望ということでね、そんな形で書いてあるんですけれども、ウェブサイトよりもより実物の色に近いかなっていう感覚ありますね。この本になってるこの感じで見ていくと、はい。で、どんなボードかっていうと、今までね、背景とか天板、いわゆる机で撮ってた写真が劇的に変わるっていうことで、そこに1枚置くだけで A1 サイズなんで、そこそこ大きいサイズなんですけれども、人の印象に深く残る写真を撮影できるということで、ドラマチックアートスタイルな写真撮影ができるボードになります。だいたい平均が2万円ぐらいなんですけれども、全然私の中では、自分で私作ったことがあるんですけどね、安いですよ。塗料が、しっかりしていて水洗いもできますしね、さまざまな種類のバリエーション自分で塗りましたけれどもね、なかなかねその色出せないですし、その時間があったら私は他の仕事をしていたいっていうタイプなので、そういう背景がねあるとすごく良くなる。通販のサイト、ショップサイト作ってる方とかも、定番の白とかそういうものはね絶対あった方がいいですね。あとフードをねやられる方とか、8つの特徴ということでね、いろいろあります。はい、ウェブサイトよりもなんか見やすいなっていう感じがねありますね。で、製品紹介、プロダクツですね、製品紹介。そしてラインナップですね、定番色と、あとその時の季節ものとかあるみたいですけども、いろいろと特注でね、後で切れちゃった後でも頼んだら作ってくれる場合もあるみたいなんで、ご相談してみたらいいんじゃないかと思いますね。こんな感じですごい素敵でしょうって私が言うのもなんなんですけどね、はい、ボードとその使われているねものでスタイリング参考にするのにもね非常にいいと思いますよ。バリエーションもとてもたくさんあって、紙とは違う質感がやはりちゃんとあるので、その素材そのものが、冬なんかねこれすごい人気だったんです、このボード。これからまたね冬の、大体カメラマンさんとか半年先の仕事をやってますから、夏にきっと冬のボードとかあった方がいいかもしれないんで、これから必要なんじゃないですかね。で、こんな感じのねパンとかかっこよくとか、お料理とか雑貨、お花もすごく綺麗に映えます。いろんなラインナップが載ってます。ウェブサイトって開かないと見れないじゃないですか。で、それとあと写真のなんていうんですかね、出来上がりのイメージがとてもしやすいですね。こういう感じになってると印刷物として見る分には非常にいいです。最後は宝塗料さんのご案内ということで、ショールームもねやってますので、実物全種類揃ってますので、ショールームでご確認していただくこともできますし、あとはこのカタログがですね、すごい艶消しの
高級感のある、まあ、実際高いんでしょうけどね作ってるカタログになるんですけれども、欲しい方は宝塗料さんがなんかはあの発送してくださるらしいので受付フォームがありますのでね、そちらの方からあのカタログ発注していただいてお手元にね一部置いて欲しい時にあこういうのが欲しかったんだよねっていうのを見るのはウェブサイトよりもなんかね実物の写真に近い感じがします。すごくはい、いろんなね感じでレイアウト見本にもなりますし、あとは実際のフォトデザインボードを使った写真講座とか、あとは自分で特注でもいいから作りたいみたいなタイプの人のねワークショップとか今後も展開されていく予定なので、ぜひ、こちらの方ですねご参考に見ていただければと思います。受付は宝塗料さんの、受付フォームの方からカタログ請求してみてください。それでは。